2km インディビジュアルパーシュート予選女子の種目となります。上位1、2位の時計は1、2位決定戦へ、3、4番時計は3、4位決定戦へ、5位から8位はタイムにより順位が決定されます。スタンバイしております。ホーム第1組、奈良北片山葉月、バック福井科学技術市田光です。2km インディビジュアルパーシュート予選、まず第1組がスタートいたしました。ホームからは片山葉月、奈良北高校、バックから市田光、福井科学技術1年生です。さあまずはホーム、一周は30秒少し切ろうかというそんな時計で回ってきました片山葉月です。バック市田光も30秒そこそこというところで回っています。 2km となりますので周回は6周回、55秒2と、そして57秒7というところで回っています。この後回ってくるところが1キロ、1分22秒4で回ってきました。片山葉月がリードしています第1組です。1キロのスプリットは1分22秒でまず回っています。残り2周回、残り2周回、1分50秒のスプリットで回ってきました片山葉月。さあホームとバックの差ということで言いますと大きな差になっていますが、片山葉月この後回ってきますと残り1周となります。対しています、バックからスタートしています市田光、こちらもスタート位置に戻っていきます。スタート1周です。さあ残り1周、2分18秒1で回ってきまして残り1周、バック側市田光も残り1周の合図となりました。片山葉月残り半周、まもなくフィニッシュに入っていきます。時計は2分45秒924、2分45秒924となりました。片山葉月。バックが2分55秒で入っています。2分55秒95銭。ただいまの記録、片山葉月2分45秒924、2分45秒924、市田光2分55秒953、2分55秒953となりました。続いて第2組です。第2組、ホームスタンバイ、静岡北、渡辺遥、バック、金谷女子、谷本音羽です。
第2組ホーム静岡北3年生渡辺遥香、バックからスタート鹿屋女子1年生谷本音葉です。さあまずはそれぞれに加速をして1周戻ってきます。28秒7で最初の1周回ってきました。渡辺遥香最初から飛ばしていきます。スブロック大会の時記録としては2分45秒台もマークしていましたかね、渡辺遥香。54秒2で2周を完了。この後それぞれスタート位置に戻ってきますと1キロです。さあホームバックともに1キロは1分21秒と22秒というところで入ってきました。先ほどの片山葉月の1キロのスプリットよりも渡辺遥香若干早い時計を刻んでいます。対しますバックが、スタートしています谷本音葉も1分22秒、こちらが先ほどの片山葉月とほぼ同じペースかなというところで1キロを刻んでいます。まもなくスタートから2分、この後それぞれスタート位置に戻ってきますと残り1周です。さあ差がなくなってきました。谷本音葉が後半に向かってその差を縮めています。残り1周。さあ残り1周に入るところはどうか。バックが先だ、2分17秒253 2分17秒2で回ってきまして、谷本音葉が返す形でリードを取っている。さあそして渡辺遥香、こちらも残り1周から残り半周へと向かっていきます。残り半周。さあスプリットは谷本音葉安定したペースを刻んでいます。さあここまで1組が終わったところでの1番時計は2分45秒924まもなくフィニッシュに入ってまいります。さあ2分44秒463 2分44秒463でフィニッシュ。ホームは2分47秒551 2分47秒551です。ここまで第2組まで終了。4名の中での1番時計は谷本音葉の2分44秒463となっています。続いて第3組です。5組まで予定されています。ホームスタンバイ福島白川実業佐久間美幸、バックスタンバイ愛媛松山城南大倉心です。3組スタートです。ホームからスタートの佐久間美幸は選抜大会この種目は6番時計を出しています。バックからスタート松山城南1年生の大倉心、ブロック大会でのランキングでは1年生の中でのトップタイム、その時には2分40秒を切る時計を出しています。さあお互いにまずは1周を回ってきます。28秒7で回ってきたのは大倉心、ホームは31秒1のスプリットで回ってきました。さあ序盤からホーム今通過していきます。大倉心が飛ばしていく、そんな展開での序盤です。
2周を回って時計は54秒2、ホーム回って57秒3、スタートから1分を超えています。この後スタート位置に戻ってきて最初の1キロです。先ほどの谷本と葉の1キロのスプリットは1分22秒でした。まずはバックが刻みそう、1分21秒290を刻んできました。ホーム1分24秒5で1キロを刻んでいます。ここまでは1番時計ペース、大倉心。ホームバックでの差は2秒程度となっています。まもなく残り2周回、時計は1分50秒を切るところの時計。ホーム渡辺遥も1分51秒と、さあ2秒程度の差とはなっていますが、もう一度この後後半戻していけるか。さあこの辺りは佐久間みゆき、大倉心、それぞれホームバックへ。ちょっとこの辺り佐久間みゆきが戻してきたかなというところはありますが、残り1周大倉心のリードは続いています。残り1周は2分17秒と18秒、その差は1秒となった。さあ先ほどの谷本音羽の2分44秒ペースではありますが、大倉心最後の半周ちょっとここは苦しいか。しかしながらここは佐久間みゆきもちょっと戻してくる形で、ほぼ差のない状況というよりは佐久間みゆきが最後は返した。逆転コンマ3秒ほどリードしている。まもなくフィニッシュに向かってくるところ、さあ時計はどっちが先だ。ホームが先に入ってくるか。2分45秒787、2分45秒787は佐久間みゆき、そして大倉心2分46秒630、2分46秒630です。第4組のスタンバイです。ホーム大分別府小生阿南里奈、バック京都北桑田石田由衣です。スタートを切りました。ホームからは阿南里奈、バックからは石田由衣です。阿南里奈は選抜大会この種目7位、そしてインターハイ6位。バックからスタート石田由衣は選抜大会この種目2位、そして現在のブロック大会のこの 2km インディビジュアルパーシュートブロックランキングタイムはトップランキング1位となっています。その時の時計は2分35秒768。さあまずは1周回ってきます。29秒5と6、ほぼイーブンというところでややバックリードから入るかという、そんなところになりました。さあ41秒6から2周を回ってきます。さあぐいぐいペースが上がっていく。53秒629で回ってきました石田由衣。1周は24秒2あたりで回ってきています。この後スタート位置に戻ってきて1キロのスプリット、さあ2秒差ほどの差をつけています。石田由衣リードで入っています。1キロのスプリットです。1キロのスプリット1分18秒で入ってきた。
そしてホームは1分21秒先ほどまでの1番時計よりも1キロのスプリットは3秒ほど速いペース。さあこれは2分40秒は切ってくることは確実か、今のペースでいけばというところですが、3秒ほど差がついた。現在リードはバックからスタートの石田優衣。残り2周スプリットは1分44秒に入ってきて、ここでの1周は25秒半ば。アナンリナの方もさあ最後この2周を目いっぱい踏んできます。時計は間もなく2分を回ろうかというところ、1分57秒で回ってくる。そして石田優衣先にこの後残り1周の鐘を迎えそうだ。残り1周さあ2分9秒で回ってきた。2分9秒で残り1周に入る。さあ時計は今2分16秒から17秒20秒回るところ、残り1周の鐘、さあ2分30秒の中盤あたりを回ってくるか。石田優衣が今3コーナーからいわゆる最終コーナーを抜けてくる。さあ時計は今2分30秒を回ったところ、まもなくフィニッシュに入ってくる。時計はどうだ、まずはバック入ってきそうだ。時計は2分35秒130で入った。そしてアナンリナ今フィニッシュ2分41秒690でフィニッシュ。ただいまの時計、アナンリナ2分41秒690、石田優衣2分35秒130となりました。2分40秒台切った選手、ここで初めて、そして1番時計を大きく更新、そしてブロック大会のランキングでマークしていました自身のタイムを上回る時計、2分35秒130でのフィニッシュとなりました。最終組となります第5組です。ホーム筑波大阪と増田玉、バック青森山田柳沢咲です。2km インディビジュアルパーシュート予選最終組第5組、増田玉ホームから柳沢咲バックからそれぞれスタートです。インターハイの時に増田玉が4位、柳沢咲は7位、柳沢咲は選抜も8位の時計を出していました。さあここはまずは4組で石田優衣が出しました2分35秒130がターゲットタイムになります。28秒2で回ってきたのは増田玉。最初の入りとしては先ほどの1番時計よりも速いペース。序盤から飛ばしていきます。2周を回って52秒4と54秒2、その差は2秒程度というところになっています。リードしているのは現在ホームからスタート佃大阪との増田玉です。この後それぞれスタート位置に戻ってきて1キロ、1分18秒そして1分20秒で回ってきました。1分18秒で回ってきた増田玉、先ほどの石田優衣とほぼ同じペースで1キロをまずは消化しています。この後先ほどの石田優衣の時計残り1周に入るところで2分9秒台出して2分35秒130。残り2周回
その差は2秒変わらず。現在5組のリードは増田玉です。まもなくスタートから2分を経過。あと半周回ってきて残り1周となります。時計は2分を回っています。残り1周の鐘。さあここでちょっと2分10秒回る時計になった増田玉、2分12秒で残り1周に入っている。さあこれでいきますと2分40秒切ってくるかな、ちょうどかなというそんなところで入っていきそうです。さあ2分40秒切ってくるところ、ギリギリのラインかなというところで増田玉現在もリードを取っていますが、まもなくフィニッシュへと向かいます。最終コーナーから直線。さあラストの直線に入ってきました。時計は2分39秒788、2分39秒788、増田玉、そしてバック2分41秒439でのフィニッシュです。柳沢先の時計は2分41秒439、増田玉2分39秒788となりました。10名の出走うち40秒を切った選手が2名、1番時計は北桑田、石田優衣、そして2番時計筑波大阪と増田玉となりました。